はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケイスケです。さあ今回はですね、ボーラーについてちょっと検証してみました。ボーラーですね、タウンホール10、11ではもうおなじみでございますし、でタウンホール9、8の方でも、援軍でボーラーをもらって攻めてるよっていう方、結構いらっしゃるかなとは思います。そしてこのボーラー、まあもう皆さんご存知だとは思います。一つ目の施設にダメージを与えて、でバウンドしてさらに奥の施設にもダメージを与えていきます。でこのバウンドして2つ目の施設にダメージを与えるとき、どの距離まで届くのか、こちらですね、自分そんなになんとなーくな感じで使っていたのでよく分かっていないので、検証してみました。なのでこれが分かるとですね、例えばサイドカットで使うときどの施設まで削ることができるのか、あとはですね、区画に入ったとき隣の区画のどこの施設まで削ることができるのか、これを想定できれば、ある程度ですね、全開率変わってくるんじゃないのかなと思ったので、今回はタウンホール10の方からモルモット用のボーラーですね、もらいまして生体実験行ってみました。生体実験？検証ですね。検証をやってみました。というわけで早速見ていきましょう。3×3 の施設、2マス空いてる程度でしたら、こんな風に左下ですね、2マス程度だったら届くっていうのが分かりました。そして、2つ目の施設まで届かない範囲ですね、それがこちらのリプレイになっております。はい、こんな風にですね、 3×3 の施設相手3マス空いているとボーラーを出してもこんな風にですね、手前の施設は壊すんですが奥の施設壊すことなくガーターになってしまいます。そしたら壁から合計3マス空いていたら、奥の施設壊さないのかといったらそういうわけではありません。壁から1マス、そして施設と施設の間2マス空いておりますが、こんな風にしっかりと壊すことができました。なのでこんな風に 3×3 の施設間3マス空いていると奥の施設を壊さないっていうのが分かったかなとは思います。ちなみにまあ知っている人多いとは思いますが、壁から2マスですね、手前の施設が離れているとこんな風に壁ドンをしてしまいます。俺はなんてダメな人間だみたいな感じで、壁に物を投げつけております。そうですね、クラロワとは違ってオーバースローなんだからもっと飛距離出せよとは思いますね。さあそして隙間2マスのところに、壁を通してみました。だとしてもですね、やっぱり奥の施設にダメージを入れていきます。なので施設がなくなった段階で、壁ドーンを始めるっていうのが分かったかなとは思います。じゃあ射程4マスぐらいかなと思ったので、今回は手前にですね、4マス施設のタウンホール置いてみました。ただですね、これ届くんですよね。なのでこれ射程が 4.5 マスなのか、それとも射程が4マスでただ範囲攻撃だから届いているのか、ちょっとですね、そこちょっと私ケイスケ分かんないので、頭のいい視聴者の皆様教えてください。同じ4マスのラボでも同じことが起きました。やっぱりですね、2つ目の施設こんな風にエリポンの端っこにですね、範囲攻撃が当たってダメージを入れることができました。なので4マス施設のタウンホールやラボが手前にある場合はですね、2マス離れていても2つ目の施設にダメージを与えることができます。続いては5マスのキャンプです。クラクラには当たり判定というものがありまして、こんな風にですね、キャンプはですね、真ん中に当たることによってダメージが入ります。はい、こんな風にですね、やぶさめ的にですね、どんどんキャンプを壊していきます。そして1マス空いている金山にはダメージを入れることができましたが、ここからですね、金山にダメージを入れることができませんでした。はい、最後のですね、キャンプ壊しまして、まあ、ここはですね、3マス空いておりますので、まあ届かないのはわかるかなとは思います。なので、キャンプから2マス離して金山置いてみました。そこボーラー入れるとですね、これ届かないんですよね。なので、1つ目の施設の当たり判定から、次の当たり判定まで、6マスぐらい離れていると、これダメージが入らないのかなと、私、ケイスケ思っております。どうなんですかね、ちょっとよくわかっておりません。まあこの並びだったらダメージが入らないっていう一つの参考にしておいてください。じゃあこれが逆だったらどうなるのか、これですね、ボーラー壊すんですよ。はい、こんな風にですね、壊していきました。さっきもこれぐらいのやる気見せてほしかったですね。でこっから注目なのがボーラーどんどんですね、南下していきます。はい、どんどんですね、やぶさめの要領でアーミーキャンプと、そしてですね、エリクサポブ壊していきます。ただここで最後のアーミーキャンプのところで壁を殴り始めております。あれ、壁から1マス以内はボーラーの射程範囲内じゃないのかなと思ったので、もう一回ですね、検証してみました。さあキャンプのところからボーラーを出していきます。
ただですね、やっぱりキャンプには向かわずに銀座に向かっていきました。これどういうことかと説明しますと、先ほども説明したようにアーミーキャンプの当たり判定ですね、あの緑の部分じゃないんですよ。なので壁から2マス離れている状態になっているため、ボーラーがですね逸れてしまうといった感じになっております。続いて、斜めにですねボーラーを入れてみます。そうするとですね、こんな風に隣接していれば、2つ目の施設までダメージを入れることができます。1マス飽きた場合でもやっぱりですねボーラーは奥の施設にダメージを与えることができます。ただ注意が必要なのは、ちょっとでもずれてしまうと奥の施設にダメージを与えることができませんので、皆様お気をつけください。そうですね、寒くなってきて手もかじかんできますし、あとはですね、自分みたいにお酒を飲まないと手の震えが止まらないよっていう人はタップミスに注意していきましょう。それでは最後に2マス離した状態、こちらを見ていきます。ただですね、これ何回やってもですね奥の施設にダメージを入れることができませんでした。そうですね、自分の出す位置、場所とかがいけなかったのかもしれませんので、まあ、ちょっとわかんないんですけども、とりあえず、斜めに入れた場合2マス離れていると奥の施設にダメージを入れることができませんでした。というわけで今回はボーラーの2つ目の施設へのダメージはどこまで届くのか、こちらをですね検証していきました。そうですね、ちょっと検証間違いとかあるかもしれませんので、その場合はですね、あの視聴者の皆様、あのコメント欄でご指摘ください。で、あとはですね、やってみたい、やってほしい、施設の並びですね、こちらをですね、リクエスト全然受け付けておりますので、そちらの方もコメント欄でぜひともお願いいたします。やってほしい検証系、こちらもですね受け付けております。そんな感じで今回はですね、ボーラーの射程範囲、こちらについてお送りしていきました。タウンホール8、タウンホール9の人もですね、結構ボーラーを使った戦術、これですね、いろいろ出てきておりますので、少しでも参考になったら嬉しいなとは思っております。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。